はい、続僕の輪ゴム銃コレクション電動ターゲット編です。今ちょっと見てもらって分かったと思うんですけどね、輪ゴム銃でこの電動ターゲットをね、物理タイプの方のやつですけどね、これね撃つとね、輪ゴム銃だと威力が弱すぎて倒れないことがあるんですね。それでちょっと段ボールで延長したのを両面テープでちょっと貼り付けました。これでも見て分かってもらった通りね、倒れないことがあるんですね。だからまあこの電動ターゲットで遊ぶ時っていうのは、まあ撃った時の爽快感、あの結構音がするんで、それがね、楽しいっていう人はね、これ買っても意味があると思いますね。まああの輪ゴム銃で精密射撃とかやる方あんまりいらっしゃらないかもしれないですけどね、そういうのであればね、やっぱりあの普通の自分でセットするタイプのね、標的の方がいいかもしれないですね。それだと結構距離離しても輪ゴム銃でヒットするとちゃんと倒れますんでね。ただこれの場合こう、倒れないですね。倒れた時に音がするんで、これがね結構痛快といえば痛快なんですね。そこがまあ楽しいかなという感じでね、買われるんだったらね、買っても意味あるかなと思いますけどね。基本的にこのあの物理タイプの電動ターゲットはあの小さいお子さん用のね、ナーフ弾ってあるんですよ。スポンジの弾みたいなやつ、円筒形のね、それを撃つやつ用なんでね、輪ゴム状にこう、なんていうかな、撃って倒れるようなセッティングになってないんですね、これね。だからどうしてもまあしょうがないですね。まあ自分でこういうふうに、今一回置き合ったのが、あの、元に戻らなかったりとかね、こういうなんかこう、ありますね。いろいろね。まあ、あの、中華製のね、ものなんで、信頼性はあんまりないんですけどね。こういうのきちっと起き上がるときもあるし、さっきみたいに一回起き上がったけど、ストーンとなんかの拍子に倒れちゃうこともありますね。まあ信頼性はあまりないんだけど、まあこういう意味で爽快感があるんでね、面白いかなと思います。ちなみにこの電動ターゲットのお値段ですけど、まあ1600円から、2000円弱ぐらいの間ですね。Amazon とか楽天なんかに売ってます。でここに一応ね、なんか液晶の表示で、的が3つ倒れると1回数字のカウンターが上がるんですけど、この液晶表示もまあ結構適当っちゃ適当ですね。まあ、あってもなくても、この液晶表示はあんまり意味がないかなと思うんですけどね。まあ、だから、こういう物理的電動ターゲットでなくてね、どっちかというと、最近流行りのね、レーザートイガンですね。あの、薬莢を廃墟するタイプのレーザートイガン用のね、レーザーを受信して倒れるっていうか、電子ターゲットがやっぱ別途あるんですけどね。あれを買って、それとレーザートイガンを買って遊ぶ方が、5、6メートル離れたとこから撃ってね、精密射撃的にしたいんであれば、そっちの方がいいのかなという気はちょっとします。まあ、ゴム銃でね、撃ってターゲットが倒れて、こう、なんていうんですか、爽快感があるから音がするんでね、それがまあ楽しいっていう方はね、これはこれでありかなと思いますけどね、こういう音がするんでね。そんな風に思いました。まあ使ってみての感想ですね。まあ興味があるようでしたらね、まあ買っても悪くはないですけどね。若干だからそのターゲットを逆にゴム銃本当威力が弱いんでね、倒れやすくする工夫をなんかこうご自分で考えられた方がいいかなという気がしました。といったところで、まだチャンネル登録お済みじゃないようでしたらよろしくお願いいたします。ご視聴どうもありがとうございました。感謝してます。